韓国の歌人。韓国の歌人とは、大韓民国に在住している歌人。在韓家人とも言う。韓国内には、約2万4千人の家人が常住している。在韓歌人の大部分は、中華民国、台湾国籍である。朝鮮は、古代より、チンマサルなどの放棄、天下の半ダ縁、聖、朝の民が、数万口で、朝鮮に逃避した。義士統遺伝。 新刊は、馬漢の東において、その起楼の伝生では、古くの暴人が新を避けるとき、馬漢がその東海の地を彼らに咲いたと事故としていた。当然というように、朝鮮では国を咲いてまで真の暴民の建国を許しているように、多様な経路からの移民族の移住が多く、また、朝鮮半島中、西北部は、落朗軍、新番軍、林東軍、 元ン軍の植民地艦四軍が置かれ、艦の植民地だった時期に艦族が移住して土着化し、東北部は、高句理人、渤海人、女神人等、ツングース民族の流入が相次ぎ、また、高麗時代前時期にかけて、異民族が二十三万八千人余りも帰化したが、李氏朝鮮時代から日本統治時代にかけて、住民の人しかが進んだ。 朝鮮への近代最初の中国人移民は19世紀末に現れた。朝鮮半島に来た中国人の多くは専門知識を許さない季節労働者が構成した。家人は首都してカイロでソウル並びに海の玄関口である二川に定住した。特に二川では1880年代以末、朝鮮で最初の中国人がチャイナタウンが生まれた。 日本統治時代の朝鮮の主要対外貿易相手が中国であった以上、家人は1920年代から朝鮮の対外貿易において大きな役割を演じた。1948年、韓国の全輸出入取引のほぼ52%は現地家人に属する会社により実施されていた。1931年に中国の長春で万方三事件が起き、 朝鮮日報の中国人による朝鮮農民への集団暴行、大量殺人のご法で同法への暴虐に行き通った朝鮮人は平壌、新川島、朝鮮半島各地及び日本での過人街で排斥、集団暴行、殺人の暴動を起こした。これにより多くの過人は家族、家財を失い約1万人が中国へ帰国し、過人社会は 壊滅的な打撃を受けた。朝鮮派ハなハ事件。現在の在韓華人の大部分は、この事件の後の1945年から1950年の間に韓国にやってきた。当時、中国では国境内戦が進行中であり、大きな難民の流れを生み出していた。主として、国民党の支持者であった多くの歌人は、韓国を含む国外に亡命した。 これら難民の大部分は公海請岸に存在する山東省出身者だった。当時、中国国民党政権は韓国政府の同盟国であったため、難民の大部分は韓国に受け入れられ、国内居住の許可を与えられた。その一方で、民族主義的な李承晩政権は、家人が国内に泊まり、根を下ろすことを警戒した。 韓国当局が1945年から1980年までに、歌人に対して行った政策は、現在の韓国において弾圧、制限的なものと評されている。歌人の韓国国籍取得は、非常に困難なものとされ、在韓歌人は、永住外国人、歌教とならざるを得なかった。外国人である、在韓歌教は、国家機関及び軍に勤務することができなかった。 1961年の法律は、外国人の土地所有権を制限し、多くの家人農民は、急いで自分の辞書を売却、あるいは、緊急に自分の韓国人妻か、韓国人の友人に名義買いせざるを得なかった。家人は、韓国の民間会社、特に大企業への就職の際、大きな問題に直面するため、中小企業に甘んぜざるを得なかった。その後、 カジンの大部分は主として急速に世界的規模の経済外地域に変貌した台湾との対外貿易に従事し始めた。同時にカジンには重要な特権である国内永住権を韓国当局から付与された。それにもかかわらずカジンも韓国の出入国管理局で書類を手続きし2年に一度自分の居住権を更新しなければならなかった。 在韓家境の最盛期は韓国に約10万人の家人が住んでいた1970年代初めだった。ソウルの家人指定の大部分はソウル中華中等学校で学び、少数のものだけが普通の韓国の学校に通った。1970年代末から中国人住民の数と在韓家人の活動は急速に低下し始めた。ほぼ同時に、 当局側の家人への待遇は改善されたが、家人は大量に韓国を離れ、台湾に移住し始めた。帰国が始まった原因の一つは、家人学校の卒業生である家人青年が韓国の大学への入学の際に大きな問題を経験したことである。問題は、差別よりはむしろ韓国人のみを施行した学校教育プログラム自体にあった。 学歴社会の韓国では、大学の卒業証書のない人間は、出世も物質的豊かさの達成のチャンスもほとんどなかったため、家人は良い大学に入れ、ふさわしい仕事を見つけられる機会が多い台湾に渡り始めた。一方で、国籍取得条件が緩和されたため、韓国永住を決めた一部の中国人は、韓国国籍を取得し始めた。現在、韓国には、 四半世紀前の四分の一以下である二万四千人の中華民国国民が存在する。家人は韓国に滞在している全外国人の十分の一未満でしかないが国内に永住している唯一の外国籍民族集団である。1997年のハワイ国際映画祭でホームレスという在韓中国人によるドキュメンタリー映画が公開された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。